こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。昨日までは短波プロの話をしていました。今日は短波のアマチュアの話をさせてください。本当に引き伸ばしすぎだよとか言われちゃいそうなんだけど、今回の短波はいろんなことがあるんですよ。もうすでにコメント書かれちゃってたんですけど、皆さんね、本当に詳しすぎる。 NPC アマチュアコンテストで史上初の身長が最も低いボディビル、そしてクラシックフィジークのチャンピオンが誕生しました。彼の名前はヘクタール・アマドール、プエルトリコの選手です。ブランドン・カリーの横に立つと小顔が目立ちますね。もう皆さんパッと見て分かる通り身長が低いです。ヘクタールの身長は4フィート5インチ、約134センチです。2015年とか2016年はメンズフィジークの大会に出ていて、まあ、そこから4年くらいねバルクをして、今回クラシックフィジークとかボディビルに出てきているんですけど、身長の高さは結構ボディビルだったりフィジークでは重要だよね。身長が高くても、昨日のネックさんの動画でも言っていたけどさ、ジョージ・ピーターソンのように下半身が特に弱く見えてしまいがちですし、身長が低いとボディビルでは全体的にね腕周りが一緒でも筋肉があるように太く見えやすいから、まあメリットが多いのかな。でもここまでになるとなかなか筋肉もつきにくいでしょうし、見劣りもしやすいと思います。ヘクタールはものすごいトレーニングを重ねてこられたんだと思います。めちゃくちゃすごいいい体ですよね。背中の立体感、体の厚み、ウエストの細さ、下半身の張り出し、背中の広さ、彼よりもマッチョな人間を探すのはすごく苦労しそうなくらいに普通にでかいと思います。でコンディションもめちゃくちゃいいよね。で背中を見せるポージングなんかは誰よりもいいですよね。立体感ボコボコしてて、ボコボコしてて、だからオーバーオールまでまとったんだけど、ボディビルには身長が極端に低かったり、いろいろな理由で手足がちょっと不自由になってしまった人とか用のカテゴリーっていうのもあるんですが、まあ、車椅子ボディビルのオリンピアとかもあるしね。でこのデッドリフトは142キロ、後ろ姿の走行感が半端ないんだけど、今回の大会では彼は IFBB プロカードを手にすることはなかったんですけど、 IFBB プロになったとしたら現在の IFBB プロの中で最も身長が低い IFBB プロになると思いますし、ショーン・クラリダ以上に本当の意味でのジャイアントキラーになるかもしれません。ちなみに身長の低いボディービルダーでいうと、インドのモヒテ・プラティック・ビタール、彼は主にインドのボディビル大会に出ているんだけど、41回優勝をしているモサです。1995年生まれだから今25歳になるのかな。身長はヘクタールよりも低く3フィート3インチ、99センチと100センチありません。最も身長が低いボディビルダーとしてギネス世界記録を持っているんだけど、彼もまたすごい体をしています。腕トレーニングもダンベルではなくてプレートなんだけど、腕すごく太いですよね。こういうの見ていると本当にトレーニングって年齢も国も見た目も何も関係なくつながれる唯一のものなんじゃないかって思ってくるんですよね。言葉が通じなくてもトレーニング種目は同じじゃないですか。ちなみにトレーニングパートナー的な感じで後ろにいる人めちゃくちゃでかいじゃないですか。彼は2回世界大会で優勝経験があって、キングオブインディアンボディービルダーとかいうめちゃくそかっこいい名前をインスタで書いているボディービルダーです。ということで今日は最も身長が低い NPC 大会でのボディービルオーバーオール優勝を果たしたヘクタール・アマドールのお話でした。少しでも面白かった、ためになったと思っていただけたら高評価ボタンお願いします。またチャンネル登録がまだの方いましたら、チャンネル登録ボタンのクリックお願いします。では今日はこの辺で終わります。バイチャン。